こちらが置いてありましたので、中身を見ていきたいと思います。皆さんこんにちは、ピーすけです。マルマン創業100周年記念の文房具が出たので紹介していきたいと思います。手のひらサイズのミニノート6種を購入してきたんですが、ミニノートはですね、こちらの他にレポートパッドっていうのが一つございまして、全7種類となっています。ただですね、個人的にはリングノートタイプが好きでしたので、リングノートタイプをすべて購入してきました。100周年記念ということで、ネット上で特設サイトができていまして、それがこちらです。概要欄にリンクを貼っておくんですが、こちらが特設サイトになります。スクロールすると見れるようになっているんですが、今回購入したミニチュアのノートがですね、全部で7種。その他に、フレークシール、ポチ袋やマステ、スマホケースやクリアファイル、その他いろいろございますので、興味がある方は特設サイトをご覧になってみてください。それでは購入した6種類を順番に見ていきます。すべてですね、お値段が200円かと思ったんですが、そうでもなくてですね、イングリッシュノートとスケッチブック、これらは200円プラス消費税なんですが、その他はすべて300円プラス消費税となっています。まず200円のミニノートから紹介していくんですが、感動したのがですね、中身を開けると、実際のサイズのノートと同じ紙が使われています。ということで、スケッチブックはですね、なんと中身が画用紙になっていまして、通常は中身が本家のものと違うものがあったりするんですが、これは全く同じですので、持っていてとても楽しいミニノートですね。続いてイングリッシュノート。中を開くとこういった形になっていまして、英単語を書きやすいように譜面を書くようなノートタイプになっています。下から2段目の罫線が赤色になっていまして、英単語を書くときなどには非常に書きやすくなっています。はい、続いてここからは300円コーナーですね。若干ですね、お値段が高い気がするんですが、見てて楽しいので順番に見ていきたいと思います。はじめにクロッキー帳。パッと見は同じに見えるんですが、中のノートの色が違くなっていまして、クロッキーの文字が青と緑の方はですね、紙が白になっています。一方、赤とピンクの方はクリーム紙となっていまして、目にとても優しい色になっています。続いてビフアートとドローイングブロックですね。特設サイトを見たらですね、こちらビフアールと書いてあったんですが、マルマンの公式サイトですので、そちらの読み方の方が正しいかと思います。はじめにビフアールを見ていきます。とてもですね、表紙が分厚くなっていまして、下敷きにしても全く問題なさそうな硬さですね。紙もかなり厚紙となっていまして、お値段は若干高いものの、クオリティはかなり高いノートとなっています。続いてドローイングブロックですね。こちらのノートもですね、非常に表紙が分厚くなっていまして、かなりハードに使っても問題なさそうな耐久性がありそうですね。紙の表面はこんな感じになっています。続いて売り場に、こちらが置いてありましたので、中身を見ていきたいと思います。開くとこんな感じで、とても楽しい一覧が書いてありまして、さらにもう一つめくると、商品がいつ発売したのかっていうのがわかるようになっています。二段目はこんな感じですね。やはりビフワールっていうのは正しいようですね。あまりノートとして見たことはなかったので、ビフアートと読んでしまったんですが、ビフアールのようですね。ちなみに今、ピースケチャンネルで使っているノートがこちらのニーモシネです。ニーモシネの英語サイズの方眼を使っています。こう見ると、ニーモシネのノートはかなり後発の製品であることがわかります。逆に一番古いのはですね、ズアンスケッチブックということで、こちらが1958年ということで、かなり昔のノートであることがわかるかと思います。スパイラルノート。こちらオリーブというんですね。ドローイングブロックと書いてあるんですが、オリーブ。書きやすいルーズリーフ。それから有名なクロッキーブック。イングリッシュノートブック。ファイブチャート。レポートパッド。ビフアール。アートスパイラルで、製品名は知らなかったんですけども、セプトクルール。最後にニーモシネとなっています。その他に、ずっと愛されるために使いやすさの裏には細やかな品質設計がありますとのことで、様々な製法が書いてあります。はい、ということでこの動画は以上になります。マルマンの100周年記念モデルでミニ文房具がいくつか発売されましたので気に入ったものを紹介してみました。概要欄にですね、こちらのマルマンの特設サイトと、それからオンラインストアなんですが Yahoo ショッピングがありましたのでそちらのリンクを貼っておきます。ピースケが購入したのはですね、いつもはヨドバシ .com なんですが、たまたま近くの文房具店に行ったところ、これらが置いてありましたので好きなのを選んで購入しました。もし興味がある方は近くの文房具店またはネットストアで購入してみてください。
それではこの動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。